<laughs> サディカフェメックと申します,、えっとですねあのー、ラッパーですラッパーなんですけども海外に17年住んでて今一時的に日本にいるんですけどちょっとまた海外でね頑張るための資金がちょっと、えー、ちょっともうちょい、えー、作ろうかなと思って、えっと、東京の杉並区の永福町っていう町にあるガールズバーさんを 1>, 1日お借りして9月24火曜日9月24火曜日火曜日えっと午後3時から朝5時まで午後3時から朝5時まで貸し切ってえっとバーをやろうと思うんですけどうんまあとまあまあこれないどうしても来れない人はオンラインでね同時配信しながらやるんですけど来れる人は来ていただきたいんですけど英福町ねでも火曜日だからね 多分、あのー、次の日仕事あると思うんで、まあ終電まででもね、午後3時からやってるから、午後3時。やるんですけど、1日、一日なんだろう ?1 日以上。だからもうぶっ通し何時間だろう ?12 時間以上。10、10、15、ん ?14 時間。ぶっ通し14時間がバー営業するので、 えとまあ、僕一人じゃちょっと体力危ないのでちょっと一人ねイケメンをね募集しようと思って <laughs> 32ぐらいまでの,あのイケメンさん僕,と僕,の僕の隣に立ってバーを手伝ってくださいでまあ次戦多戦取りません私の知り合いにイケメンいるよ彼どうですかみたいなあと僕イケメンなんですけど手伝いますよっていう人がいたらえっ、ー、と僕のメアドか コメントか、えー、何なり Twitter かインスタか LINE にぜひぜひ9月2024年の9月24日9.24火曜日で朝5時まで一緒に働こうとは言わない俺がもう44歳のくせにめちゃめちゃ頑張り屋さんだからできちゃうけどできちゃうといつ今ヘルプ求めてるんですけどえっとだから数時間でもいいです 何時から何時まで手伝いますよっていう形でも全然構いませんあと質問とか問い合わせとか何でもお気楽にクレームでもクレームはいらないですえっ、ー、とお知らせご連絡ください僕のメアドは概要欄にもありますけど m k p i s u a g m a i l c o m です僕に連絡する方法はいろんな 10, 10パターンぐらいあるのでどんな方法でも構いませんので よろしくお願いしますお連絡お待ちしてます失礼しますサデーカ